い、皆さんこんにちは、ワンダリングリビーシュです。では今回は信長の野望蒼天録の続きをプレイしていきたいと思います。で、実はあの後ですね、北畠の攻略戦は終えています。ちょっと時間がかかってしまったというところもあったので、北畠の本拠地桐山御所を攻略して、ここに村井定勝を置きました。で、今はですね、これからついに朝倉討伐戦ですね、ここを行っていくために金ヶ崎城へ出兵すると、そこから始めていきたいというふうに思います。では早速ですね、時間を進めていきましょうか。すでにあの行軍指示というところでは、金ヶ崎城に向けて兵を出兵してますんで、この兵が到着するのを一旦待ちましょう。で、その後はですね、金ヶ崎城に向けて力攻めにするのか包囲戦にするのかというところをね、決めていければいいかなというふうに思います。で、もうすぐ金ヶ崎城の方に兵が続々と到着していくというところになりますので、まずはね、その様子を確認していきたいなというふうに思います。まあ、そうこうしているうちに、ただ武田、若さの武田ですねが金ヶ崎城を奪取したのか、となるとこのまま一条谷になだれ込みましょう。思いのほか朝倉が軟弱の気配があるので、このまま一気に朝倉を滅ぼすということもできそうな、浅井の裏切りも今のところないですね。まあ、依然として上杉がかなり強敵なので、その上杉とは婚姻同盟を結んで一旦戦争回避という状態ですね。おっと、ここで浅井が不戦の協定を破棄してきましたね。となれば、ここは軍勢を浅井のこもる小谷にも出していきましょう。まあ、浅井朝倉一気に潰せるのであれば悪くはない。お金もだいぶ潤沢にはなってきましたね。金のばらまきも行っていきましょう。まあ、ただ今はさっきからお話しているように、まずは浅井朝倉、それぞれ一条谷と小谷ですね、ここを奪い取っていきましょう。で、家康徳川が今川をもうそろそろね、滅ぼしきってくれるんじゃないかなっていう形で追い込みつつはあるので、一旦今川に関しては任せておきましょう。武田家、これはあの若さの武田ですね。持ち津山からの使者です。まあ、若さに関しては信長が恫喝して一旦それを心中させてますからね。真勝とかにどうだろう、使者を送っておく必要あるのかな。
いやでも定かつでも有効度66程度なのか、この辺りは本当に気を配っておかないと、苦労して奪った城が城ごと寝返られるっていう危険性があるので、まあ、たまにこういう形で使者を派遣して様子を伺っておかないといけないですね。あと危ないところってどっかあるのかな、まあ、信兼とか信盛、丹羽長秀は大丈夫だろう。信長がね、長秀のことは友だとまで言ったほどですからね。まあそうだよね。まあ、の長秀、信盛、勝家、まあ、ただ勝家はな、一個前の信長プレイやった時は見事に勝家に裏切られたんで、ちょっと勝家は注意しておきたいですね、心情的に。あと川尻秀隆も有効度が低いな。ここはもう3人飛車を一気に送って仲良をさせていただきましょう。まあ何といっても信玄、武田信玄との国境配置しているんで、ちょっとしっかりね注意しておかないと痛い目に遭いそうなので。さてでは行軍指示で目標長政に代替わりする前の久政ですね、この小谷に向けて信長を派遣しておきましょう。そうか、補給線がないっていう状態になっているっていうことは、これも早々に力攻めにした方がいいな。まあ失敗したか。まあ厳しいは厳しいよね。とりあえず小谷城を攻略して補給線を確保してあげないといけないので、まずは、お、朝倉家は合戦に敗北、武田家と同様に当家に従属、いいね。さらに朝倉家に従属していた浅井家も当家に従属。なんかあっさり終わったな戦いが。何があったんだろうっていうぐらいあっさり戦いが終わっちゃったけど、まあ、そういうことであれば兵は返しましょう。後瀬山将軍が多分一条谷に対して降伏勧告をして、だからこれ、まあ、倍重心みたいな感じですかね。結局若さの武田家は信長に心中していて、その心中している若さの武田が朝倉を心中させたと。そうすると朝倉は結果的に信長に心中した形になり、さらに朝倉に心中していた浅井もそのまま信長に心中した形ですね。まあ戦わずして城を得たというのは大きいので、一旦みんな城に兵を返しましょうか。そうすると次の目標をじっくり検討することができて、どこがいいんだろうな、まあ、やっぱり堺、この辺りは押さえておきたいので、いよいよ三好の討伐戦になるのかな。まあ、足利家とはまだ友好関係を築いている状態なので、ここは三好の討伐戦にいよいよ入っていく形かな。三好は城の数も多いんで、ちょっと確認しておくと、まあ、とはいえ、阿波、まあ、四国ですね。三好の本拠地。なので、まずは、三好家の守る。まあ、三好長慶ね。三好長慶、ここ本拠地になってるんじゃないの？
第一軍団になってるもんね。そしたら一気にこの三好の茶川山城で合ってるかな、芥川ですね、茶川じゃないですね、茶川さんだとオールウェイズ三丁目の夕日になっちゃうんで、そうすると一気に阿波まで勢力を伸ばすことができるという状態だね。じゃあ攻略目標をこの芥川山城に変えていきましょう。で、浅井朝倉、この辺りが不穏な動きをした場合は尾張この軍勢でそれを踏み潰しましょう。本願寺と戦争するのは結構辛いよな。あとは各城に対して兵糧とかをねちゃんと分配しておかないと、またそれはそれで不満が生じそうなので、一条谷から使者が来てますね。今はね、従属させたばかりなので、このまま関係を維持しておきましょう。まあ、信長に逆らうとどうなるか。とはいえまだ上杉と渡り合うほどの力はないので、そこはちゃんと部をわきまえておきましょう。勝家に対しては一応使者を送って有効度の確認をしておかないと。まあ、勝家は77か。まあそうだよな。川尻秀隆は前回特に力を入れてオベンチャラを使っておいたのでいいでしょう。あとガモだな、ガモ。ガモもね、裏切られると、浅井攻略のための手間が増えてしまうので、しっかりここは、友好関係を築いておきましょう。んで、歩兵をしたら、次のターンで出陣できるようにしておきます。で、忍者の潜伏先ですね。これも、一条谷から、長吉のこもる。芥川山城に一気に変えていきます。あとちょっと気にしておきたいのが、軍団をそろそろね、まあ用意しておいた方がいいのかどうかというようなところだと思うんですが、一応三好には脅迫の使者として信長自ら乗り込みましょう。まあそうなるよね。あとは諸勢力にもこの際金をばらまいておきましょう。丹波、あとは京都の町にも秀長を送って金をばらまいておきます。この辺の金のばらまきがね、一緒にできちゃうといいかなとは思うんですが、乱世紀ですね。思い出した。勝家が裏切ったのが。ちょっと何のこと、この動画しか見てない方は何のことだってなっちゃうと思うんですけど、この一個前にプレイしていた乱世紀では、
終盤勝家が独立を行ったことによってゲームが崩壊しましたからね。さあ、では軍事行動へと移っていきます。本当にね、この竹永重春になってますけど、この半兵衛めちゃくちゃ重宝しますからね。離反と前田刑事、この2人の挑発、このコンボマジで強いですからね。たとえちょっと武将の数で劣ってたとしても全然逆転できちゃうんで。どうする、岐阜からも兵出す必要あるかな。一旦ちょっと兵の数は少なめでいきましょうか。三好長慶を捕らえることができれば、その勢力を一気に拡大できるんで、これ本願寺と戦いになるな。本願寺から兵が出てますよね。本願寺軍に敗北。本願寺軍は一度撃破したね。本願寺と期せずして戦争状態に入るわけだな。いや、これでもしっかり武田も上杉に対して反撃しているね。となると我々もできればこの大勝寺、ここに攻略を仕掛けたいな。出陣要請をしていこう。何、出陣要請に応えられないというのか。何、どいつもこいつもふぬけだな。誰も本願寺に対して攻撃を仕掛けようとしない。ちょっと問題ありだよな。お、下妻雷竜だな。雷竜も強いはずだけど、この時点では大したことないですね。死んでもらおう。これ本願寺との戦いになりそうだな。まあ、本願寺と戦闘になったとして、まあその他の自社勢力との戦闘にもなるっていうのが
ちょっとネックですよね。お金も兵糧も順調に増えてきているので、もう変な話、貿易とかでお金を得る必要はないといえばないので。さあ、幕府、足利幕府から光秀がやってきましたね。光秀はぜひとも確かに配下に欲しい。いや、吉見を通じる通じるって言うんだけどさ、その前にこっちからの出陣命令にちゃんと従ってもらいたいよな。では軍勢は整っているので一気に力攻めで長吉を捕らえるのを一番目標にしていきましょう。本丸に向けて信長で関森信は部隊数が多いので入れておいて問題ないかな。で、前田慶次は挑発持ちなんでぜひ欲しい。で、秀吉は何するにしても優秀だし、半兵衛は先ほども話したように離反混乱がすごい強力なんで、この面々でいきましょう。長吉を絶対に捕らえると。うわ、もうあっさり、何することもなく、落としたね。さて、三好長吉。これを処罰して、一気にその城を奪おう。いやー、一気にこれ勢力図が塗り替わったぞ。これそろそろでも方面軍を指揮させてもいい時期になったな、一気に。こうやって見ると信長は四国の半分、まあおおよそ半分、ただ武田上杉との決戦を控えているというのも考えて、まあ当面の間本願寺の攻略戦かな。なので軍団をちょっと指揮した方が良さそうですね。四国方面軍と、まあ畿内担当、さらにまあ終わり、この辺りを軍団を指揮していきましょうか。まあ今のところいわゆるその近江、北近江と越前、若狭、この辺りは従属している大名がそのまま残っているので、まあこれはそのまま従属させておけばいいといえばいいので、このままにしましょう。で、朝倉との戦い、浅井との戦いを回避できたんですが、そうなるとちょっと機内で問題になってくるのが、今見ている本願寺と、あとは足利将軍家ですね。金も兵糧も武将もそれなりに数がいる。
とりあえず一旦武将たちはみんな退却させて、いやでも本当に三好を一気に滅ぼせたのは大きいな。この城総取り制度にした甲斐がありましたね。まあ、あとはしっかりね、お金を使っていく。まあ、諸勢力に対して金のばらまきをしていくっていうのを忘れずにやっておきましょうか。で、残るは、まあ、機内で言うと、本願寺、足利、鈴木、まあ、このあたりが、ちょっと厄介なところかなというところですかね。まあ、武田と上杉は、まあ、つばぜり合い、一進一退の戦いを繰り広げてくれればいいので。なので当面の敵の設定は本願寺、ここに据えていきましょう。まあ、越前ここにも本願寺いるので、この本願寺とあとは石山御坊にこもる本願寺、この2つの本願寺を一気に潰すためには石山御坊を力攻めにしてしまうというのが一番良さそうですね。で、本当に一気に戦いを決めていかないと、それこそ本願寺に従属している寺社衆が一気に敵に回るんで、いや、三好包囲網って言ったけどさ、その肝心の三好はどこにいるの？これくらいの勢力になると各大名家から使者がどかどかやってきますね。ではちょっと忘れないうちに忍者の潜伏先とかだけは変えちゃいましょう。まあ、石山御坊はね、信長が10年かかって攻め落とした強力な場所なので、まあ、この辺りはしっかりね、次回攻略に向けてプレイをしていきたいと思いますので、今回は一旦じゃあここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、
興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。